リベレツは、チェコリベレツ州の州都でナイセ川の下半に位置する都市である。ドイツ語では、ライヒエンウェルクと称される。周囲は、イエシュテド山をはじめ山地に囲まれている。人口は10万3737人を有し、チェコでは6番目に大きな都市である。かつて、14世紀から、ドイツ人やフランドル人などの移住民によって、繊維工業が発達し、 ボヘミアのマンチェスターと称された。現在では、ほとんどのチェコ人にとっては巨大な娯楽施設とショッピングセンターであるバビロンセンターがリベレツを第一に想起させる存在となっている。リベレツが最初に文献に登場するのは1348年からで、1622年から1634年まで、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインの所有地の一部であった。彼の死後、 ギャラス・クラム・ギャラス・工が所有した。1579年に織物工業が導入された。繁栄した地場産業は30年戦争や1680年代の大疫病により中断を余儀なくされた。7年戦争の期間中であった1757年にハプスブルク君主国とプロイセン王国との間でライヒエンベルクの戦いが起こっている。かつて ボヘミア第二の都市であったリベレツは19世紀に急速に開発が進み、その結果視聴者やオペラハウス、博物館などの19世紀後半の創刊で重要な建築物が残っている。近郊の丘の上からは美しい街並みを望むことができる。第一次世界大戦後、大多数のドイツ人たちは、 スデーテン地方がチェコスロバキアに併合されることをウッドロー・ウィルソンが唱えた14過条の平和原則の民族自決を引用し拒否した。短期間、ライヒエンベルクを首都とするスデーテン独立国が形作られたが、チェコスロバキア軍が侵攻し、後にチェコスロバキアに統合された。1930年代、リベレツは後のナチズムにつながるハンゲルマン主義の中心地となる。 1938年のミュンヘン会談によって、ナチスドイツの中のズデーテンガウの首都となった。第二次世界大戦後は、ドイツ人は国外追放されることになり、チェコ人が最低住する。リベレツのトラム、ありがとうございます。